渋谷教育学園幕張。あら、帰国子女がすごく多いです、はい、小学生が解くんでしょ。全然マーチより難しい。そこには新幕生さんだけ、物価はもう新幕最高です。始まりました。むちゃちゃね。さあ今回は東京大学の工学部3年生の石P です。石P？ 石P って何、うちP みたいな、何言ってること。石P ってずっと呼ばれてます。そんなカキ P さんなんですけども。違います。理系上ですね、出身高校が渋谷、ま、教育学園幕張。あら、細井先生の、はい、細井先生知らなくていいです。知らなくていいです。何も知らなくていいです。東大特進やってた時もやっぱ一番渋幕生僕クラスは多かったんで。あ、はい、そうなんですか。渋幕の人が一番多かったんで、その渋幕ライフをちょっと聞きたいんですけど。それも中学からですか、高校からですか。はい、私は中学受験で中高一貫で渋幕に入りました。帰国子女がすごく多いので、はい、英語に触れる機会が多いのと、スポーツ推薦とかも取っているので、はいはいはい、文武両道をめっちゃ推してます。自重自公、自公自重、自重自公です。自重自公、はい、よくご存知ですね。いやいや、うちのチャンネルよく出てくれる先生が、はい、細井先生。そうそう、細井先生ですね。そうそう、細井先生。知らなくていいです。知る必要はありません。気になりますね。いや、知らなくていいです。大丈夫です。どうして英語に触れる機会が多くなるのか。まあ、英語の授業がすごい盛んなのはもちろんなんですけど。授業が盛んって珍しいコロケーションだけど、はい。英会話とかの授業もすごい多くて、プラス海外で働いている外国人の方が修学に来てくださって、学生となんか意見交換をするとか。何それ。そういうなんか交流会みたいなのがすごくたくさんあって、外国人と関わる機会が多いのかなと。なるほど。じゃあ英語はできた感じですか。英語全然できなくてですね。そう、まあ、先日ユアさんが出たと思うんですけど、はいはい、先日って言ってもついさっきのことですけど。はいはいはい、ついさっきには手振ってますけど、はい。リスニングとスピーキングが苦手です。でも東大はリスニングもありますし。そうなんですよね。そうなんですよね。でも合格して終わってる受験生の悩みみたいな感じになってるけど。いや、でも理系だって大事じゃないですか、英語。そう、大事です。そう、帰国子女入試解いたんですけど、動画してますけど、まあ、えらい難しいんで。そうらしいですよね、はい、で小学生が解くんでしょ。全然マーチより難しいです。マーチの自信もね、小学生の時にも単語とかも結構難しい。単語もえげつないです。文法もネイティブが間違える文法いっぱいします。え、渋幕怖いですね。恐ろしい。じゃあやっぱすごい人たちに囲まれて。そうです、そうです。え、文系理系はどれくらい割合とかかな。全体的にはちょっとだけ理系が多いみたいな。 あ、そうなん。ちょっとだけなんだ。そうですね。帰国子女の方がほとんどみんな文系に行かれるので、余計多分文系の比率が他の有名進学校よりも多い。英語ができるだけじゃダメですかね。英語で何をしたいかが大事ですから。はい、確かに。じゃないと帰国子女たち文系に流れるとかいう現象起こっちゃってね。あ、そうなんですか。もったいない。英語得意だから文系に流れるみたいな。そう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 、そういうのね、すごいもったいないです、ね、人生めっちゃ損しちゃいますんで。 MIT に行った帰国子女の方いました。素晴らしい。そうそう。じゃあずっと数学とかが得意だったってことですか。理系科目数学もすごいできなくてですね。嘘。どうやって東大まで行ったんですか。そしたら、ね、私社会と国語と、はい、まあ、理科もなんとか耐えてるみたいな感じで、はい、東大は乗り越えました。選択どうしたんですか。中高でどこでなんか分離分かれると。分離分かれるタイミングは高2ですかね、はい、その時東大行こうって思ってたんですか。高2の時はうっすら思ってました。うっすら、はあはあ、うっすら思ってたんですね。、はい、きっかけあったんですか。入ってた部活が陸上部だったんですけど、ほいほいほい、陸上部ってストイックな人が多いので、はいはい、勉強もできる友達がすごく多くて、うん、それに感化されて、うん、高1ぐらいから勉強するようになって、ほいほいほい、で先輩とかも東大の方がすごく多くて、うん、キャンパスツアーみたいな、先輩が連れてってくれるみたいな機会がございまして、うん、それでやっぱ本郷キャンパス行ったら、うん、もう広いし、はい、綺麗。行ったらとか来たらですけど、今言うんですよ。はい、本郷キャンパスなんですけど、ここ、はい、そうですよね。本当にスタバとかもあって、はい、え、そんなあるんだと思って通ってきましたけど。そうです、そうです、はい、それでこんな大学に来たいなと思いまして、思って叶ったじゃないですか。やったー、やったー。運ゲーじゃないから。です。どうやって対策。塾通って。そうですね、高2から塾には通い始めて、うん、先ほども言ってた、うん、鉄力会にお世話になりました。みんな鉄力会。
鉄2、鉄2って言ってたよねさっき鉄って略すんだと思って鉄って略します。そうなんだ、その鉄、あの代々木の。そうです、代々木の鉄。わざわざあの幕張から行くわけなんですね。そうですね、海浜幕張から。あ、でも下幕は多分少ないと思います。あ、そうなんですね。そうです、海浜幕張から。そうです、海浜幕張から行ってました。わざわざ乗り継いで。だって駅までめっちゃ歩くじゃないですか。行きます。毎回遅刻するかしないかの戦いを挑んで。哲学ってやっぱ目覚めました、はい、英語数が。いや、でも下幕はすごい教育が充実してることで多分有名だと思う、うん、教育学園ですから。はい、もちろんそうでした。なので行かなくても結構サポートが得られてて、私は数学がすごい苦手だったので、それをちょっと補いたいという形で、ここには下幕数3だけに結構フォーカスしているので、スイッチ2のところだけ鉄力で取って復習する。ああ、なるほど。やっぱ早いんですね、進みが。あ、そうです、そうです、早くて。高1の段階でもすぐ1ミリ。そうです、終わってます、終わってます。英語もやっぱ早いです。英語は早いですね。プラス英会話、ライティングの授業とかもあって。そう、先生そんな喋れないのは何なんだろうな。もう昔は違ったのかな。美容外科です。美容外科。下幕の先生やってらっしゃった。先生って医師の先生ですね。あ、医者の先生です。なるほど、はい、美容外科。金に全ての魂を売ったちょっと悲しい悲しいって細井先生広げなくていいから。細井先生広げなくていいから、知らなくていい数学ブワッとじゃあやってって、まあ、伸びてったわけですね。そうですね。楽しかったですか、やっぱ数学。数学ですか、うん、楽しくないんだ。そう、高3になって鉄力会で数学を統括されてる先生にまた新しい勉強法とか教えていただいて、うん、理解できるとすごい楽しいなって思うようになりました。なるほど、理科科目とかも。理科はそうですね、ある程度は。何と何？私は物理と科学で、物価はもう修学最高って感じで。そうなんですね。はい、もう修学がもう全部教えてくれて、先生が本当に深く教えてくださいますし、実験がすごい充実してるんですよ。もういろんなことできるわけですね。そうですね。施設の面でもやっぱすごいわけなんですね。高3の最後のテストはグループで実験やって、適定実験、名前が何実験、人体実験ですか。違う、違う、はい、怖いです。薬薬品、はい、薬品を人体に投与。違う、そんなブラックじゃない、はい、どの薬品か当てるみたいな。舐めて。違います、死にません、死にません。それを自分たちで研究して何個当てる。ああ、なるほどなるほど、はい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 。その当てられた個数で最後の成績つくみたいな。すげえ。失敗しちゃったら怖いよね、気つけてみるとか。本当です、バーン。知りますね。だいろんなやつってこう判断していくってことですね。うん、そうです、実験して。面白い、電気通す、ろ過するとか、なんか水で色だとか、そうですいろんなの。はい、ご存知で。科学が一番得意科目でしょうかね。英語じゃないんですか。英語じゃないです。科学です。じゃあなんで英語の道へ。逆インタビュー。英語しかないだろうなと思ってましたもん。予備校で授業を受けてて。そうなんですね、科学はダメなんですか。別に科学の道に進もうとは思わなかったので。なるほど。はい、結局本番はどうだったんですか、共通テスト。共通テストはですね、だいぶそれなりにはリーディングもできちゃった。ライティングがなければリーディングは得意だったので、うん、大丈夫。リスニング、リスニング共通テストレベルだったら、まあ他の科目よりは下がるみたいな感じですね。あ、そうだったんですね。なんとか耐えました。社会科目は何。日本史で物理科学やって、はい、それでもやっぱ取れちゃうんですもんね。それがやっぱり東大です。あ、でもそもそもなんで工学に決めたの。私理科二類で受験は。ああ、はいはい、理科二類でやって。最初入る前から決めてたの。そうですね、もう理にが絶対。そう、何やりたいとかは。本当は最初は漫画とかが好きで、うん、編集者になりたかった。さてなんかいっぱいだよ。編集者になりたかった。編集者になりたかったんですよね、うん、好きな漫画は。好きな漫画はキングダムと東京グールが。意外とメジャーなやつが出てきた。はい、はい、そう、メジャーなやつも大好きで、はい、ポリプロに入ってっていう。違う、入ってない。違いますね。そ、中国留学。じゃあなんでですか。このネタ知らないのか。なんで編集からそんな理系に。編集者はどこの学部でもいいみたいな書いてあって、はいはい、なんならもはや話せるネタがあった方がいいっていうことで。なるほど、はいはい、あと編集者って結構倍率が高いじゃないですか。ね、でまあみんな辞めちゃうけどね。え、
はい、俳優なんでもないです、はい、それで、もし次にやりたいんだったら、うん、食べることが好きなので、はあ、食品関係かなと思って、うん、理科二類に。今やってるのは何？工学部に進学。そうでしょ、だから工学部だったら違うじゃんっていう。そうなんですよね、はあ、変わっちゃってですね、はあ、いろいろやってったらこれがいいみたいなと、はい、工学部かっこいいと思って気持ちが、はあ、ふつふつと湧いてきたんですね。ちょっと湧いてきちゃって、マイナンバーと保険証もちゃんと関連付けられないこの国がみたいに思ったわけですね。そんなこと言っちゃダメですね。マイナンバーすごいですよね、でもいろんなとこで何の話で、まあまあ共通テスト取れました。理科二類どうだったんですか？本番試験、ね、もう落ちたと思ったんですね。思いました、本当に。どこで思いました？数学が実際に開示見ても本当によろしくなかったんですけど、はい、テンパっちゃったのと、うん、計算ミスがもう、あ、まあ、元からなんですけど、うん、すごくて悪かったですね、うん、でも他でカバーできた。そうですね、まあ、国語でカバーして、うん、なんとか国語でカバーって珍しいタイプ、理系だと。へ、国語できたんですね。すごいわけじゃないんですけど、うん、他の理系一般よりは、うん、英語は中ですね。中、本当に中、まあ、作文はいけたんですか？でもだってライティング苦手だったっつって、ね、だって作文とリスニング大事じゃないですか。いや、そうなんですよね。リスニングを結構勉強して、30点分多分あって、24とかぐらいだと思いますね。それでまあ、リーディングとかでカバーしたみたいな。80ぐらい取れました？取れてないです、ね。あら、やっぱり。でも理系科目、理科はいけたんじゃない？理科も中ですね。中でも受かった、すごい。中で。届いたわけですから、ほとんどの人は届けないわけですから、そこに届いたんですね、やっぱり。なんとか。でも研究内容は環境エネルギーのことについてシステムを作るみたいな面で勉強しています、うん、世界を救う感じですか？救います。今やっていることとしては、マナムハブというアプリについて携わらせていただいています。広報とか戦略とかを担当させていただいております。はい、それはどんなやつなんですか？はい、まあ、前にもう一人出てましたけど。そうなんです、はい、アリサ代表が出てらしたんですけど、現役大学学生が約20人ほど集まって、1年半以上かけて鍛錬を込めて作らせていただいた受験生の新拠点作りのためのアプリとなっております。はい、高校生とかのユーザーさんが勉強とか大学に関する質問をしていただいて、それに対して大学生のアドバイザーとか、私たちもアドバイザーをやる予定なんですけれども、質問に答えさせていただいたり、受験生同士でリプライをしていただいて情報交換をしていただくアプリになります。すごいところが2つありまして、受験生のつながりと現役大学生とのつながりが持てるというアプリになっております。同じ出身地か同じ志望校の受験生とつながることで情報共有をしていただくアプリになっております。現役大学生のつながりとしては、大学生活とか、あとどんな勉強を受験時代していたのかとかを、リアルな大学生の声を聞こえるってことで、すごく充実したアプリになっております。そうですね、マナブハブはアバターなどのアバルすごい、ママのゲーミフィケーション、ゲーミフィケーションですね、はい、ゲーミファイだから動詞化して、さらにそれを名詞化してるわけですね。そうなんですね、何も考えずに使ってない、はい、を活用した画期的な、受験生のための新拠点作りのアプリとなっております。受験は情報戦ですので、このアプリをダウンロードして一緒に勝ち抜きましょう。詳細などチェックしてみたい方は公式インスタグラムやツイッターをチェックしてみてください。ありがとうございました。プロモーションで、はい、今回はふくらピーに、違います、 HP です。